こんにちは、すみれです。前回私がパッドマックグラスから出ているマザーシップメガパレット、そちらの動画をご覧になって、そこに入っている一色と、あとはナターシャ・ニョーナから出ている10色パレット、そこに入っている1色、それぞれ並べて色味をちょっと比べてみたいといった声がありましたので、こちらねご紹介したいと思います。それではどうぞ。こちらになります。左側がパッドマックグラスの色味で、右側がナターシャ・ディノーナの色味になりますね。いかがですか？結構ね、色のまずトーンがもっと左の方が濃いめに入っていて、右のね、ナターシャの方がもっとパールホワイトのね感じが出てるかなと思うんだけど、ゴールドのねディオクローム感がとっても綺麗かなって思うんです。こちらね、洗面所の蛍光灯の真下の光でお見せしますね。こちらが蛍光灯の真下の光になります。こうして見るとまずラメ感の強さがパッドの方がねずっと強いのがわかると思いますが、ナターシャの方がねすごくソフトな仕上がりかなって思いますが、すごくでも色がこのディオクローム感がこれとっても綺麗に、ゴールドがすごくね動くんですよ。とっても綺麗じゃないですか。すごく私はねこの色味、ホワイトね、特に10色パレットのこの色は大好きで、やっぱね他のいろんなパレットを使っても未だにこれは好きですね。こんな感じになります。いかがでしたか？こういった形で印象はねそれぞれね見ているとなんか似たような感じかなと思ったんだけども、結構並べてみるとね違う感じもあったりしますよね。なので私が持っているものであればね、こういった比較っていうのもリクエストにお答えすることはできるので、これからもね何かあればご連絡いただければと思います。ということでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。